こんにちは、劇花のフリアです。リアルタイムで見ている方はこんばんは、フリアです。最近ね、50肩なのか何なのかよくわかんないんですけど、肩がね、いまいちこう上がらなくて整体に通っております。皆さんもお体ご自愛ください。今日ですね、3つの理由、剪定や切り戻しや摘心をしなくちゃダメなの、草花編ということでお届けしたいと思います。LINE の方の質問で、これ切った方がいいですかみたいな質問が結構ね、1年中通して多いんです。で、一番大切なのはコントロールしようとしないことです。ここすごく大事で、誰でもそうなんですけど、皆さんね、あなた自身が誰かにコントロールされるのって好きですか？なんか嫌ですよね。植物もですね、コントロールされることをあまり好んでいません。植物ってやっぱり意志があって生きてるものなので、ここをね、すごい大事にしてもらいたいなっていうふうにいつも思っています。プロの生産者さんなんかは仕立てるっていうことで、まあ、コントロールしながらね、うまくそこを育てていくんですけども、実はですね、その根本にあるのはコントロールではなくて、成長したいように成長させてあげるためのサポートをしているだけなんですよ。で、それをコントロールしているっていうふうに勘違いしちゃうと、なんか、すぐにこうね、切った方がいいかなとか、何しなきゃいけないかなっていうことを考えちゃうと思うんで、結構ね、自由奔放に育ててあげた方がいいかなって僕はいつも思っています。自然の姿ってね、本当にちゃんとスペースを空けてあげて、自然に伸びやかに育っていく姿ってのは本当に綺麗なので、それをね、手伝っていくような、その剪定とか摘心とか切り戻しとかね、その辺のお話をしていきたいと思います。3つの理由ということで、結論からいきますと、剪定や切り戻しをね、する理由をまず知ってほしいんですよ。1つ目、枝葉を増やすために剪定や摘心をする。2つ目、伸びた茎を切って切り詰めるための切り戻しっていうのがあります。3つ目、夏越しをするために風通しを良くするための切り戻しっていうのがあるんです。この3つの理由があって、切ったりいろいろするわけですね。1つ目からまず言ってみたいと思います。1つ目、枝葉を増やすための剪定や摘心ですね。例えばですけども、ゼラニウムとか、あとはサフィニアとかペチュニアとか、この辺のものを摘心したりとか、あとは、サンパラソルもそうだし、アサガオもそうだし、つる性の植物なんかもそうですね、アイビーなんかもそうだと思うんですけど、枝葉を増やしたい。で、ゼラニウムに関しても冬の剪定とかやっぱあるんですけども、枝葉を増やすためにやっていきます。で、今日は草花中心にお話していきますんで、バラとかね、そういった樹木の関係のもの、あとは観葉植物、これに関してもちょっと、ね、とりあえず避けといて、草花外で育てるものっていうことで考えてもらいたいんですね。で、早い話が、分子の悪いものっていうのをよく分子してもらうために、こうプチッと取っていただいて、摘心していただいて、そこから二股に分かれるみたいなことを繰り返していくと茂っていくよっていう感じですね。それの、まあ、茂りたいからこそ、みよ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 って伸びちゃうものを一回どっかでパチッと切ってあげることによって、二股に分かれてみよ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 っていく。で、またピッて切ってあげると、みよ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 って、またさらに二股に行くみたいな感じで、二股をですね、3回ぐらい繰り返してあげると茂ってくれるっていう状態になっていきます。まあ、サポートするっていう意味合いでやっていただきたいんですね。あと、ゼラニウムに関してもそうなんですけど、1年もの2年もの3年ものっていうことで、放置しとくとブーってこうバーっとね、一直線伸びていっちゃいますから、切ってあげて、枝を増やしてあげて、その場でこう茂らせていってあげるっていうようなのが、いわゆる摘心とか剪定とかって言われてる作業になります。ここなんとなく分かりましたかね。なんとなくね。で、プルメリアをね、枝分かれさせたいっていう方が結構いらっしゃるんですけど、プルメリア残念ながらですね、切っても、一応ですね、脇芽が出てくるんですけども、二股になるとは限らないっていう性質を持ってまして、そこちょっと難しいんですね。なので、一般的な、草花に関して言うと、摘心とか、剪定っていうのをしてあげることによって、枝葉を増やすことが可能です。ただし、もともと初めから分子のいいもの、例えばロベリアとか、
パンジービオラなんかは摘心とかをする必要がないです。あとは品種改良されて分子の非常にいいものってのは最近よく出てきてますので、そういったものも摘心とかね、剪定とかする必要がないです。じゃあ2つ目いってみましょう。伸びすぎてしまったもの、これを切って、戻してあげて、またふさふさにこう茂らしてあげるっていうのが、いわゆる切り戻しっていう作業ですね。これ理由があるんですけども、日陰で育ててしまったからなんか間延びしてしまったとか、花が一通り咲き終わったので一回切り詰めてもう一回花を咲かせたいっていう場合とか、あとは曇天が続いてしまって間延びしてしまったなんていうことがあると思います。10月、11月、12月とね、この秋冬に関して言うと、まあ秋冬、春ぐらいまでなんですけども、パンジービオラ、皆さんも植えられると思います。特にビオラなんですけども、非常に生育が旺盛なので、早く植えすぎてしまった場合、例えば10月頃に植えた場合なんかですと、比較的ですね、暖かいんで間延びしやすいんですね。あとは日陰なんかで育ててしまうと、やっぱりこれも間延びしやすい。そうすると、ひょろ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 伸びていってしまったものを、一回切り戻すっていう必要性が出てくると思います。で、この切り戻しをして、次の花が咲くかどうかっていうことなんですけども、切り戻した後に肥料をあげて、また生育させなきゃいけないんですが、ここで大事になってくるのが、生育適温っていうのがあります。その植物が、適正に育つための温度っていうのがあるんですね。例えば、パンジービオラだったらば、15度ぐらいっていう温度がありますし、ペチュニア、サフィニアだったら20度以上の方がよく育つよみたいなことがあるんですね。その生育適温がだいたい2ヶ月ぐらい続いてくれるのであれば、切り戻してもまた次の花が咲く可能性が非常に高いっていうような感じですね。なので、その生育適温がどれぐらい継続するのかっていうのは、皆さんで、お天気でね、調べていただいたりとか、週間予報とか月間予報とかありますから、例えば東京11月の気温とか、11月の平均気温とか、12月の平均気温ということで、検索してもらえると、そういうのが出てきますので、そこでチェックすることができます。で、それぞれの植物ごとの、生育適温。これも、例えば、パンジー生育適温とかで、Google で検索すると出てきます。なので、そこはね、自分自身でこれから育てるもの、自分自身で検索してみてもらって、調べていただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。それで、大事なのは、品種名を入れるんじゃなくて、品目名ね。品目と品種って何が違うかっていうと、品種はですね、パンジーのデルタとか、パンジーのドラキュラとか、パンジーのアントワネットとかいう、その名前ですね。名前のところが品種名なんで、品種名を入れても出てこないんですよ。パンジーって入れないと出てこないんですね。で、これがですね、いろんな植物で調べていくと、皆さんですね、品種名でお問い合わせされる方も中にはいらっしゃいます。で、品種名って言われた場合、僕もわかんない品種たくさんあるんで、そこでも、これなんだろうと思って Google で品種名を入れてみると、あ、なんだ、スレプトカーパスかとか、トラディスカンティアかとか、いろんなことが分かってくるんですね。なので、皆さんもですね、自分自身で、僕も、Google で検索してお答えしている場合が結構ありますので、皆さんも検索してみるといいと思います。話がね、ちょっと脇道に逸れちゃったんですけど、元に戻します。2番目のことをまとめると、花が咲き終わって、一回切り戻して、次の花を咲かせるっていう切り戻し。それともう一つが、間延びしすぎちゃったので、一回切り戻すっていう感じですね。間違っても、茎が木質化しちゃったから、切り戻しますみたいなのは、ちょっと違った切り戻しになってきますし、葉っぱを残してあげないと、次の、脇枝が出てきにくくなってしまったりもするので、そこはね、ちょっと気をつけていただきたいと思います。ラベンダーで多い質問ですね。あとは、マーガレットとか、木質化しやすい、もともと木の要素が非常に強い、植物に対してはこういう質問が多かったです。じゃあ最後、三つ目です。三つ目は夏越しするために風通しを良くする。そういう切り戻しの仕方ですね。これに関しては、ラベンダーとかバーベナとかロベリア、まあ、この辺が蒸れに弱い植物っていうことで、春から植えて、夏を越して秋も咲いてくれるっていうものが非常に多いです。で、これもですね、伸びすぎてしまった場合と非常に似てるんですけども、半分ぐらいにバッサリと切り戻す、まあ、刈り込むとかっていう言い方もしますけども、切り込むことによって
風通しを良くするっていう作用があるんですね。なので、これはですね、夏越しをするために、夏がなければ、要はね、自生地はそういう日本の、高温多湿みたいな夏がないところの植物が非常に、切り戻しをしなきゃいけないもの、三つ目の切り戻しをしなきゃいけないものってのが非常に多いので、その点ですね、まあ、自生地の環境を調べてみたりとか、どういうところに生えてるんだろう、そこはどんな気候なんだろうってことを考えてみるといいと思います。風通しのいい場所で、真夏の高温多湿を避けながら育てていくっていうものに関しては、このね、三つ目の夏越しをするため、風通しを良くするための切り戻しっていうものを使っていただきます。ということで、一通り今お話しし終わったんですけど、皆さんなんとなく理解できましたかね。これでね、切り戻しとか摘心とか剪定っていうのを確実に理解しましょうっていう動画ではなくて、どちらかというと大雑把な概要がつかめれば、あとは植物ごとにそれぞれ調べたりとかすると応用が効くようになります。応用が効くようになると、この植物はどうなの？この植物はどうなの？って一個ずつ考えなくて済みますよね。で、僕なんかも体系化して覚えているので、あ、この手の植物だったらこうなのかな？みたいな感じでやってることが非常に多いので、皆さんもぜひですね、僕の頭の中を少し垣間見た気分になっていただいて、楽しくガーデニングやっていただければなっていうふうに思います。ここまでのお話の中で分かりづらかった点とか、あと、調べてみたけど分かんなかったっていうものがあったら、ぜひ LINE の方で直接僕の方にメッセージ送ってください。僕も調べながらですけども、お答えしたいと思います。手が空いた時に答えますね。登録簡単。概要欄のところに LINE のリンクが貼ってありますんで、そこから登録してください。あと、この動画見ていただいて面白かったらグッドマーク。そして、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。これからね、ますます秋冬のガーデニングシーズンに突入です。ぜひ皆さんも楽しんじゃってください。ではまた明日の夜8時にお会いしましょう。さよなら。